はいこんにちは今日は共有結合ということで見ていきましょうまずこちらをご覧くださいいろいろな分子とありますね見てみると見たことあるよねこれがん塩です NACL でしたよねイオン結晶でしたさあこちらはお水ですねちょっとモデルで見てみましょうこんな感じですそう陽イオンと陰イオンでできたのががん塩でした対してこちらって何でしょう ね確かこっちって空論力とか変なパワーがありましたよねところがこっちって何でくっついてるか気になりませんか実は今日こいつがメインテーマになります早速探っていきましょうさあ共有結合とはということで見ていきますよこちらですこちらにはそう水素原子と水素原子がいらっしゃいますよね 皆さんもこれは習ったから見てわかるよねさあこっから今から水素分子なるものを作ろうと思いますでもどうやってお手手をつねだらいいかと思うでしょ実はねこいつらがあることをするんですよこちらですほら見てまるでそう電子お互いに共有してるよねこんな雰囲気でくっついちゃってるわけですもう一例見てみましょうこちらですさあ HOH 水を作れますよね。見てみましょうかね。まずこちらもやはりそうお手手がありますよね。実はなんとなくピンと来てませんか。このオレンジ色に色付けられた玉。家電子ですよね。もうピンと来てました。そうなんです。家電子をどうやらそう結び合っているように見えますよね。さあこちらこうなりますよ。ほら、そう実はこうやってお互いの家電子を出し合って お手手繋いでるんですよそこでこんなまとめが共有結合というお名前なんですね確認しましょう原子同士がお互いの過電子を出し合いそしてそれを共有して作る結合これを共有結合というんですねお名前そのままですし非常に簡単ですよね電子で手を取り合ってるわけですいいですかまずこの言葉しっかり図のイメージと一緒に頭に焼き付けてください さあ分子の種類ということでやっていきましょうこちらですここには4種類の分子がいらっしゃいますよね一つ一つ見ていきましょうこちらはヘリウムこっちは酸素これ二酸化炭素そしてこっちは硫酸ということなんですねさあ化学式でちょっと書いてみるとこんな感じですこれヘリウムこれ1匹ですねこれ O2 これは酸素が2つイメージのままですねこれは CO2 C1 匹そして O2 匹という感じですこれ硫酸もうこれわけわかんないですけど H が2個そして S が1個 O が4個ということになりますよねさあこれを見ていてちょっと違和感を覚えませんか何がって分子って言ってるのにこいつだけちょっと気にかかりませんかそう実は分子っていうのはこれ全部ね種類が違うんですよ解明していきますよ まずこちら1匹で分子として成立してしまっているやつこいつのことを単原子分子って言うんですね1人の原子で分子ということでオッケーですよということですねこういうの気がすがこんな感じになっていますじゃあ続きましてこちらこれは酸素の原子が2人で分子を作ってますということでこちらは2原子分子そのままですよねそんなに覚えにくくないでしょじゃあそしたらこいつわかるよね 三個原子がいるんだからこうです三原子分子ですよねじゃあこれどうしようかさっき数えたら確か七個いましたねええー、七原子分子かいやいや待てよ多いでしょということでこちら多原子分子意外とシンプルでした OK こんな感じになってますまずこのお名前全部しっかり言えるように復習しておいてください さあ練習やっていきますよこちらです次の問いに答えよということですね1番目原子同士が互いに過電子を出し合いそれを共有して作る結合を何というかということですねポイントはこれです互いに過電子を出し合って共有してるんですよねまさにこんな感じいいですか互いに過電子出し合って共有してますよねこれですこいつを 共有結合というんでしたねしっかりと漢字で書けるようにしときましょうさあ練習の2番目いきましょうこちらです構成する原子の数に着目すると次の分子はどのように分類されるか下の a からえにあたるものをそれぞれ番号で答えようということですねさあいろんな分子がいるよね名前ちょっと確認していきましょうついでに。まずここれれフッ素ですこれですす これオゾンですそしてこちらは硝酸と言われる物質ですこれまだ覚えてなくても大丈夫さあところでですが一体こいつらってどういう感じってことですねこの四種類見極めていきましょうまずアですこれ単原子分子選んでねということですけどさあ見てみると明らかに一人ぼっちゃこいつですねということで単原子分子は二番の異様になりますねでは二原子分子はどれでしょう 回転の見ればすぐわかる。これですよね。一番です。フッ素ですね。さあ三原子分子はって言われたらもう丸見えですよね。O3、オゾンです。さあ残るはということですがこれ原子いっぱいいますよね。全部で五個からなってます。こういうのを多原子分子と言うんでした。硝酸が答えでしたね。 ちゃんと分子の分離できるようにしておいてくださいねさあ本日のまとめですこちらですこうやって水素原子酸素原子そしてまた水素原子これがそうあることをしてお水になれるんでしたそれはこの過電子でしたねこれを共有して結合を作るということでしたこれが共有結合のまとめですよね しっかり図のイメージと言葉の意味リンクさせてくださいでは今日はお疲れ様でした